スリップノットは、アメリカ合衆国で結成された9人組、ヘビメタルバンド。バンド名直訳は、引き結び。あらゆるスタイルを融合させた、ヘビミュージックを得意とし、2000年代から、世界各地で人気を博す。各メンバーが、それぞれ異なったユニークなマスクをかぶって、パフォーマンスをすることで有名。1995年9月、アイオワ州デモインで、ショーン・クラハンと、ポール・グレイにより、The Pale Onesのバンド名で結成。他のメンバーは、地元の音楽活動を通して知り合った、アンダース・コルセフニや、ドニー・スティールで構成されていた。その後、バンド側は、音の幅を広げたいと考え、ジョイ・ジョーディソンとジョシュ・ブレーナードが加入。こうしてメンバーは6人となり、結成年の12月4日に、初めての有料ライブを開催した。1995年末には、スリップノットを作曲し、上位の提案でこの曲名が、バンド名となる。1996年2月、ドニーが脱退。ギターの代役として、クレイグ・ジョーンズが加入。しかしアルバム制作の過程で、バンドは、サンプリングの専門役の必要性に気づき、クレイグがサンプラーとなり、ギタリストとして、ミック・トムソンが加入する。1996年10月31日、自主制作アルバム、メイト、フィード、キル、リピートを発表。このアルバムの楽曲は一部のラジオ局などで、放送されたものの、大手レーベルの関心を取り付けるには至らず、バンドは、新たな作品の制作に取り掛かる。この頃に、バンドは、よりメロディアスな歌唱力を持つボーカルの必要性を、痛感し、結果として、デモインで活動していたバンド、ストーンサワーのコリー・テイラーが、新たに、ボーカリストとして加入し、アンダースはパーカッションに移る。1997年9月、アンダースが脱退。パーカッションの代役として、グレッグ・ウェルツが加入。1998年初頭、バンドは、大手レーベルに、デモ音源を送り、大手レーベルから、大きな関心を引き寄せることに成功。新たなアルバムの制作を前に、プロデューサーとして、ロス・ロビンソンが招かれ、地元デモインで、リハーサルが始まる。この直後に、バンドが、その演奏技術に感動したことで、ディスクジョッキーとして、シド・ウィルソンが9人目のメンバーとして、バンドに参加する。その後、ロードランナーレコードより$500,000でのデビューアルバムの制作を提案され、バンドは6月8日に契約。この2日後に、グレッグが脱退。1999年9月、バンドは、パーカッションの代役として、クリス・フェーンを迎え、デビューアルバムのレコーディングのためにカリフォルニア州マリブに移動する。しかし、レコーディングの大半が完了した時期にジョシュが脱退し、バンドは一度デモインに戻る。レコーディングを遂行するためのギタリストとして、急遽、ストーンサワーからジム・ルートがバンドに参加する。1999年、ファーストアルバム、スリップノットを発表。この系統のジャンルでは、記録的なセールスを樹立、デビューと同時に、本国、アメリカのみならず、日本においても、爆発的な人気を獲得し、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、コーン、リンプ・ビズキット、マリリン・マンソンらに並ぶ、ビッグネームにのし上がった。2000年、2月初来日公演を行う。2001年、セカンドアルバム、Iowaを発表。2002年にかけて、アイオワワールドツアーと題されたバンド初のワールドツアーを果たす。このあたりからメンバー間の軋轢が表面化し、解散の噂も立ち起こった。2004年、サードアルバム、Vol.3を発表。2005年にかけて、The Subliminal Verses World Tour と題されたワールドツアーを果たす。この時には、以前見られた不和は解消されている。2006年、第48回グラミー賞にて、シングル、Before, I Forget が、ベストメタルパフォーマンス賞を受賞。その後一時的に活動を停止、各々サイドプロジェクトなどに勤しんだ。2008年、フォースアルバム、All, Hope is Gone を発表。2010年5月24日、ポールが急逝。急遽会見が開かれた。ちなみに会見は全メンバーがマスクを外した姿で行われた。2011年、スペインのソニスフィアフェスティバルに出演。ボールの代役として、元ギタリストのドニー・スティールが一時的に加入した。2012年8月、自ら主催のノットフェスを開催。2013年12月12日、上位が脱退。2014年、後に、正規メンバーとなるアレッサンドロ・ベンチュレラと、J・ワインバーグが、サポートメンバーとして加入。同年10月に、同メンバーらを擁した、フィフスアルバム、5、ザ・グレー・チャプターを発表。一部楽曲はドニーがベースを担当している。2015年6月、コリーによると、10月にワールドツアーを終了させた後、メンバーのそれぞれのプロジェクトに専念させるために再び一時的な活動休止に入ることを計画していると発表。2016年9月、オズフェストと自ら主催のノットフェスが合体した。アスフェストミーツナートフェストを開催。2019年3月14日、報酬の一部未払いをめぐり、クリスがバンドを提訴。4日後の18日に、バンド側が、クリスの解雇を発表。クリス解雇以降のライブや、プロモーションビデオには、匿名の新メンバーが、クリスのポジションについている。2019年8月、6th アルバム、We Are Not Your Kind を発表。9人のメンバーは、個人のテーマに沿ったマスクをかぶり、主にジャンプスーツを着ている。当初のマスクは市販されている自家製のものだったが、2000年以降から3期までは、スクリーミングマッドジョージが制作している。初期のメンバーにはそれぞれナンバリングが施されていた。1998年バンドに加入。バンドコンセプトにおける中心人物。ギターやドラムに合わせた。高速のスクラッチ奏法を得意とする。ライブでは、ソロ演奏も担当することがある。マスクは、ガスマスク風、ドクロ風、SF 風のメカニカルなものなど。ステージ上では暴れ回るような派手なパフォーマンスを行い、時には客席にダイブをすることもある。このため頻繁に骨折などの怪我を負っている。1971年10月2日生まれ。1999年加入。マスクは前メンバーが被っていた黒のフェティッシュマスクだったが、Iowa以降はジョーカー風、デビル風ペイントのマスクになっている。身長198センチメートル。ボーカルのコリーと共にストーンサワーでも長年活動していた。ショーンがエグゼクティブプロデューサーとして参加したバンド、ダウンザさんのメンバー、ダニー・スペインと共に、アトミックオペラというバンドに在籍していた。フェンダーからジェームス・ルートモデルのテレキャスターが発売されている。マホガニーのボディと EMG のハムバッカーピックアップが特徴。この他にもほぼ同一仕様のストラトキャスターやフェンダージャズマスターがフェンダーカスタムショップによって製作されている。以前はジャクソン、ポール・リード・スミス等を使用していた。1996年加入。長く鋭い釘のようなものが突き出たマスクをかぶっている。公式ウェブサイトや公式の YouTube アカウントの管理なども言っている。別名 133MHz。メディアなどがインタビューを試みると、必ず口のファスナーを閉めて一言も言葉を発せず、メンバーで唯一素顔が公開されていないと噂されるなどミステリアスな存在であり、メイキングビデオなどでも素顔はモザイク処理されている。1995年加入。オリジナルメンバーの一人。バンドコンセプトにおける中心人物でリーダー。マスクはデビュー前から一貫してピエロをモチーフにしている。またこのマスクからクラウンのニックネームで呼ばれている。ライブ中は激しいパフォーマンスを行い、オジー・オズボーン主催のオズフェストでは、毎回のようにカートを乗り回しては警備員に捕まる。元溶接工であり、初期のパーカッションの一部はショーンが制作していた。40ビローサマー、マッドベイン、ダウンザさんなどのエグゼクティブプロデューサーとしても活動した。また、To My Surpriseというスリップノットのサイドバンドの中で一番ポップなバンドでも活動している。インタビューなどでは、妻と4人の子供への愛情を示したり知的な雰囲気を醸し出すなど、ステージ上とは違う面を見せている。1996年加入。マスクは、面長なメタリック、スティール風のデーモンをイメージしたもので初期の頃から一貫している。クワイエット・ライオットのアルバム、メタル・ヘルスのジャケットと似ていることから、たびたび話題になるが、本人は断固として否定している。ブラックメタル系のカオティックな演奏を得意とし、常に激しいヘッドバンギングでステージに立つことで知られていたが、近年はどっしりと立って演奏する姿が目立つ。1997年加入。初期のマスクはゾンビ風だったが、オール、ホープイズゴーン以降は、シンプルで、スマートなものを基調としている。ストーンサワーにおいては、素顔で活動。高速でのデスラップを得意としており、難しい単語を多用した歌詞を載せることが多い。2014年加入。イタリア系イギリス人で以前は、クライフォーサイレンスのリードギタリストを務めていた。またマストドンなどのギターテックをしていた経験がある。J と同じくバンドに加入した当初は正体を伏せられていたが、腕の特徴的なタトゥーによって一部メディアにバレてしまった。正体を伏せていた理由について、メンバーのジムルートは、二人はまだ正式なメンバーではなかったから、とインタビューで語っている。2014年加入。前年に脱退した上位の後任として、サポートメンバーとしてツアーに参加していた。上位に引けを取らない高い演奏技術を誇り、2020年には、モダンドラマー誌が選出する、一ロックドラマーに選ばれた。バンドのことは同じくドラマーの父が紹介してくれた。また、彼自身、マゴッツと呼ばれる熱狂的なファンで、幼少期にコリーのマスクを模したものをつけているところが、ビデオで確認されている。2019年加入。アレッサンドロや J と、同じく加入のアナウンスはなく、正体も伏せられている。入外はバンドが便宜上使用している名称で、ファンからは主にそのマスクの外観がトルティーヤに似ていることから、トルティーヤマンという俗称で呼ばれている。1972年4月8日生まれ、1995年加入、オリジナルメンバーの一人。当初のマスクは豚型、途中から、ジェイソンタイプのややシェイプされたもの。大柄だが演奏する際はほとんど上半身を前傾させている。メンバーの中で唯一ロサンゼルス出身だった。サイドワークである FOD でも活躍していた。インディーズ時代はコリーが加入するまでボーカルを担当しており、その後もライブでスピットイットアウトの一部を歌っていた。また時折コリーに求められて、デスボイスを披露する場面も見られた。左利きでレフティベースを愛用していたアイバニーズのベースはシグネーチャーモデルとして販売されている。2003年6月1日に車との衝突事故をきっかけとして交通違反の他大麻やコカイン、その使用器具の所持の容疑でIowa州デモインで逮捕された。2010年5月24日、アイオワ州デモインのホテルにて死亡しているのが、ホテル従業員によって発見された。当初、現地捜査官は、ポール・グレイの遺体には、事件性を物語るようなものはなかったと話しており、死因は不明だった。6月21日に、地元アイオワ州の警察から、検視結果が発表され、モルヒネとフェンタニルによる、偶発的過剰摂取によるものとの発表した。その他、重大な心臓病を患っていたことも明らかになった。その翌年のスリップノットのトリビュートライブでは、ポールの番号である2をステージの背景に掲げて演奏された。1975年4月26日生まれ。1995年加入。オリジナルメンバーの一人で、バンドコンセプトにおける中心人物。一貫して、白塗り。コープスメイクをイメージしたマスク。マーダードールズでは、素顔のままでギターを担当。脱退後に結成した、ビミックとシンセナムも素顔でドラムを担当している。体格は小柄な方だが、高速のブラストビートや、バスドラムを活かした、業界屈指の強烈なドラミングを誇る。中でも、楽曲の大部分をブラストビートで演奏する、エイヨレでは、激しいテクニックを見ることができた。ライブパフォーマンスでは体を椅子に固定した状態で、ドラムセットの土台ごと前傾し、さらに180度回転する、大掛かりな機材を用いた、ドラムソロを行っていた。メタリカのラーズ・ウルリッヒとは、親交があり、かつてラーズがツアー中に、急病で倒れた際、上位が代理でドラムを叩いたことがある。また、マリリン・マンソンと非常に仲が良く、PV に友情出演した。コーンやミニストリー、ロブゾンビなどのサポートドラマーとしても活躍している。2008年、左足のかかとに亀裂骨折を負うが、鎮痛剤投与やカルシウムの補給などを行いながら、日本を含むワールドツアーをこなした。使用するドラムは、パール、シンバルは、パイステを使用している。パールからは、シグネーチャーモデルのスネアドラムが発売されている。またパイステからは、Slipknotモデルのシンバルが登場した。シンバル全体が黒く着色されているのが特徴となっている。スティックは、イーストンアヘッドのシグネーチャーモデルを使用していたが、2008年からは、プロマークのシグネーチャーモデルを使用している。イーストンアヘッドは、軽量合金に合成樹脂のスリーブを使用したものであったが、プロマークのものは木材に改められている。自身のシグネーチャーモデルのスネアドラムは、クレードル・オブ・フィルス、デビル・ドライバー等のバンドも使用しており、その評価は非常に高い。2013年12月12日、個人的な理由でスリップノットを脱退したことが、バンド側から発表されたが、本人は脱退を否定していた。2016年にメタルハマーゴールデンゴッズアワーズで、ゴールデンゴッド賞を受賞した際、スリップノットを脱退した理由として、脱退直前に横断性脊髄炎を患っていたことにより、ドラムがプレイできない状態だったと説明した。2021年7月28日、睡眠中に亡くなったと報道された。享年46。1998年加入。マスクは一貫して、長い花と装飾のある視認風を基調としている。パーカッションでは向かって左側に陣取り、ショーンと共に激しいパフォーマンスを務める。2019年3月、十分な報酬が支払われていないとバンドを提訴した。同月、解雇、バンド側が発表。1995年加入。オリジナルメンバーの一人。メイト、フィード、キル、リピートに参加。1996年、彼が信仰するキリスト教の教義上の理由でバンドを脱退。上位は、後のインタビューで、自分たちは、ドニーの脱退を慰留したが、彼の決意は固かったと語っている。彼の代役はクレイグを経て、ミックが務めた。ポールの死後、サポートメンバーとして加入したが、上位と同じ時期の前後から、今後のツアーへの不参加を表明した。1995年加入。オリジナルメンバーの一人。メイト、フィード、キル、リピートに参加。コリー加入の1997年までボーカルを務めた。1995年加入。1999年、バンドの人気が高まるにつれ、ツアー等で家族の時間を取れなくなるという理由で脱退。後任のジム・ルートは、加入直後は、彼のマスクを着用していた。1997年加入。オリジナルメンバーの一人。1998年6月10日、上位の姉妹と交際していたことなどで内輪もめになり、バンドを解雇される。今は、自分のタトゥーショップを、地元デモインで開き活動している。1998年のみ参加。現在は、ツーマイサプライズで活動中。クリスのマスクは、もともと彼のものである。ありがとうございます。